さあチェックアウトします。さあフリッピンとも今日でお別れ。さあ結構コスパのいいホテルでした。ごめんチェックアウト。現在時刻、午前8時20分。フライトがですね、午前10時30分になります。チャイナエアラインですね。はい。Thank you for staying with us here at 1000. Have a good day, sir. Thank you. See you again, sir. ホテルチェックアウトできました。ここのですねホテルですね、フロントの、受付はね本当に愛想よくね丁寧でした。あの最後ね、デポジット忘れるところを教えてくれたりとかですね、あるホテルでは教えてくれなくてねもらい忘れたことも多々ございます。そしてそれに対照的だったのがですね、ハウスキーパーたちがね意外と、愛想が良くなかったということですね。まあ一長一短と言いますか、はい、そんな形で、今チェックアウトをしましてこれから空港の方に向かおうと思います。タクシーを今ね探している最中です。タクシーを待っていてもねなかなか拾えずですね、ちょっと、広い通りブルゴス通りの方に出てみようかと思います。タクシーを拾ってこれから空港に向かいます。第一ターミナルですね、今回もですね、チャイナエアライン、台北で乗り換えの予定です。今タクシーに乗ってますけど、本当に運転手がですね何も話さないですね。もう最近のタクシーはどれに乗っても同じです。以前はねよういろんな話をねかけてくれたもんですけどね、まあやっぱりねデジタル化の影響なのかね、まあ、本当にね無言のタクシーですね。昔はね笑い話よくしたもんです。本当にね時代っていうのは変わったと思います。空港到着しましてね、まあすごい人でした。この時はねまあびっくりです。月曜日のせいかねよくわかりませんけどね、とにかく混んでましてね、これは1時間どころじゃないなと思いましたね並ぶのが。そして私もこの時よくわからなかったのでね真面目に並んでたりしたんですけどね、30分ぐらい並んでってスカイプライオリティという看板を見かけましてね、そういえば私メンバーだったと気がついてね係員に聞いたんだけど係員はダメだというんですね。でもう一人の別の係員に聞いたら OK というんだから、結局ね、そちらの方でスルーでねすぐ搭乗手続きができました。まあね人もね空港職員だから言ってみんな知ってると限らないですよね。そういったことはいろんな人に聞かないとわからないと思います。もうとにかくね団体がね、いましてね、とにかくすごい人でした。もう本当にね、フライトこれだったら相当遅れるんじゃないかなと思ったぐらいです。こちらの看板ですよね、スカイプライオリティ。これはね、本当にね、優先搭乗できますしね、あとですね、ラウンジもね、いろんなところ、ここのマニラでもね、利用することができます。そして、荷物もね、中部国際空港に到着です。そして、
そこからですね、宅配サービスで自宅まで届けてくれるサービスも、ついております。いろんな面で優遇されております。いいね、スカイプフォーマリティか。あ、優先的に本来だったら2時間以上並ばないかんですよね、うん。さあこれから登場なんですけどもね、先ほどの行列見てね、あれだったらね帝国通り絶対飛ばないなと思いましてね、結局ね予想通りね3時間遅れのフライトでした。ですので、その間ですね、スカイラウンジですね、やっぱりこれを利用できるということはありがたいことです。そちらにはね、いろんな食べ物だとかですね、電源コンセント全て揃ってますので、ゆっくりねできます。今そちらの方に、ね、向かっております。搭乗口のね手前だったかな、この時は。はい、チャイナエアラインですね。はい、この先右手にですね、スカイラウンジがございました。さあこちら人が並んでいますけども、ここがですね、スカイラウンジになります。はい、私の場合ですね、アメックスゴールドカードですね、ベルタスカイマイルカードですかね、それを、持っているものですからね、こういったところも利用できます。結構世界ね各国でね利用できる、カードですので、ね、とても便利だと思います。はい、さあこちらがですね、食事って言いますかね、ちょっとしたね軽い食事が用意されております。いろいろとですね、ドリンクもね、お酒だとか、ウイスキー、あと、普通のね、ジュース類だとかですね、揃っております。さあ、こちらでね、しばらく一服するということで、ソファーもありますのでね、ゆっくり横になることもできたかと思います。さあ、こちらですね、搭乗口に、時間が近くなったもんでやってまいりました。最初のうちはね2時間待ちだとか言って遅れだとか言ってたけどね、結局3時間遅れになりました。ですからね、ここの混みをですね、私ももう少しゆっくりラウンジでしてればよかったんですけども、まあやっぱりね、念のために早めに来た方が良いかなという形で来ております。さあこちらですね、なかなか登場 CL702 ですかね。はい、こちらがチャイナエアラインになります。はい、いつもラウンジも利用しましてね、飛行機も乗り換えできますからね、食事ばっかり食べてる感覚ですね、正直言いましてね、本当にお腹いっぱいになってしまいます。はい、さあそれではですね、まず体の不自由の方が一番、先にですね登場していきます。その時にね、ビジネスクラスの方になります。その後に、私の所有するスカイプライオリティですかね、そのメンバーが、優先登場となります。その後に一般のお客様が、登場することになります。一般の方はね相当並ばないといけません。まあそういった意味でもね、このメンバー、いいですね。ゴールドメダリオンというね、資格はね、すごくね、価値ある資格だと思っております。確かね、アメックスカードでね、年間、買い物でしたかね、確か150万円だったかな。使えばね、その資格がずっと継続できるというふうに聞いています。カードを持ちますとね、最初の年はね、無条件でゴールドメダリオンの資格を得られるということでした。はい。まあ年間150万円と言いましてもね、会社の経費とかそういったもの等でね、使ったりすればね、すぐ使えない数字ではないかなという感じです。はい、さあ3時間遅れのフライトになりました。さあこれから台北に向かうんですけどね、約2時間ぐらいだと思います。はい、台北につきましてね、本来だったら5時間程度待たなくちゃいけなかったんですけど、遅れてることによってね、そんなにね待たなくてもいいんじゃないかなという感じになっております。
メックス、デルタスカイマイル、ゴールドカードについて、フライト前におくつろぎいただける空港ラウンジ、50カ所以上の空港のデルタスカイクラブに加え、世界750カ所以上のスカイチーム加盟航空会社のラウンジを、カード会員様ご本人とご同伴者様1名まで無料でご利用できます。あなたの旅をより快適にするスカイプライオリティ、デルタ航空をはじめ、スカイチーム加盟航空会社のフライトにおいての手続き、チェックイン、搭乗、手荷物のお受け取りなどを優先的に行います。マイル加算、デルタ .com でのすべてのお取引やデルタ航空、予約センターでのデルタ航空航空券のご購入、空港チェックインカウンターでのお支払いで1米ドルに月8マイルが加算されます。その他の特典としまして、カードをですね、取得した1年間はですね、自動的にゴールドメダリオンの資格が得られまして、あとですね、空港からですね、帰国した時に手荷物一つまでですね、無料で自宅まで宅配サービスも受けることができます。あとですね、マイルなんですけども、アナとかですね、JAL の、マイルと比べますとね、あちらの方は2年でリセットされてしまいますけど、デルタ空港はですね、永遠に続きます。マイルが残り続けます。そしてですね、私はもうかれこれ、10回ほど、マニラに旅することができるくらいマイルは溜まっております。そして年会費はですね、2万8000円ぐらいだったと思います。少し高額なんですけども、私の場合はよく渡航するものですからね、それで納得しております。まもなく台北に到着です。台北で待ち時間がですね、本来でしたら5時間ほどあったんでしょうか、3時間遅れでフライトしてますのでね、待ち時間は2時間ぐらいで済むんじゃないでしょうか。はい、それでも若干遅れた記憶がございます。まあ、その間はですね、台湾にも、航空ラウンジがございますので、そちらでゆっくりと落ち着いて時間を、潰していた記憶です。はい、16時半スタートですから、まあ、予定通り時間には日本に帰国できると思います。さあ、第2ターミナルなんですかね、これね、トランスファーと書いてあるから乗り換えですよね、こっちがね。はい、本当広いですわ。韓国インチョン空港もね、大きかったけど、台湾も大きいですよね、これ。本当でかいです。以前カートに乗せてもらったことあるんですけどね。はい、まあ今回は歩いていこうと思いますが、で、デーだな、これは。デーか。デー7、デー7。No problem. So D7? D7. Oh yeah. Oh yeah.So after the shop, yeah. you will see the green sign. Yeah. And turn left. Ah, okay. And go up here, you can find us. Hi. And the lounge is across from... Lounge, yeah. Across from gate D4, very close. 4. Yes, Delta 4, lounge. Lounge? Yes, across from D4.D4、D4 ね、yes. ラウンジね。ね、oh. before D の横の近くですね。What time is this one? 今は3時半ですね。あ、Now? あ、あと1 hour ね。時間変わりますよ。あ、ありがとう。ありがとうございました。はい、今の人は日本語喋れたわ。はいはい。まあ、とりあえず D4 に、ラウンジがあるそうです。さあ、ラウンジで休憩して、名古屋ありました。D7 ね。中華航空 D7。17時10分だったよね、本体。ちょっと遅れてるのかな。うん、で、乗り継ぎこっちやね。D7。ビッシー。で、D7。こっちになるんだ。乗り継ぎ書いてあるな。
さあ乗り換え、ややこしいね、荷物いちいちやらなあかんで、はい、さあこっちの方だと思います。流れに沿って、はい、D7 D1 か D7 あった。時間がないよ本当に、ゆっくりしたかったな。こっちはね、こうなって、あ、出ました。で、D4 に、ラウンジがあると言ってました。 D7 D1 から D7 D7 D4 に、あ、 D7 は近く逆か、 D4 にラウンジがあるか。 OK、 D4 あった、 D4 だね。さあやっぱり台北ともなると違いますね。はい、さあ D4 がありました。 D4 にラウンジがある、ラウンジどこだ。 D4 ラウンジあった、ラウンジあった、ここだ。本当探すのがね大変でした。スカイラウンジね、いろんな種類がございますのでね。デルタスカイマイルのねラウンジって言いますか、はこちらになるみたいです。はい。本当にねラウンジを探すのにねいつも苦労しております。なかなかねデルタスカイマイル使えるラウンジって限られてきますのでね、本当に。ラウンジはね、どうも一つ下がるみたいですね。はい。どうも階段の下降りたとこ、こちらですね。広々としております。はい。こちらがラウンジです。さあ、フライトが遅れている分ね、待ち時間もそんなに長くございませんので、まあね、食事だけここで済ませようかなと。まあ、ここで食事しておりましてもね、また機内食が出ちゃいますからね。まあ、ほどほどにしていかないとね、本当にね、お腹がいっぱいになってしまいます。直行便ならね、一度の食事でしょうけどね。乗り換え便ですとね、2回飛行機乗るわけですから、食事も2回出るということですよね。はい。食べきれません、本当に。まあでもこのラウンジのあるおかげでね、以前なんかは、インチョン空港でね、約10時間時間を潰せました。はい。食事もあり、お酒もありね、仮眠することもできますしね。ですからね、そういった意味ではすごく重宝しています。これね、有料で入ろうと思ったら、どうでしょう、一人5000円以上したんじゃなくていいかな。確か。そういった意味ではね、カード、ゴールドメタリオンの特典といったところでしょうか。さあ、ここで、くつろいで、ビールでも飲みながらですね、のんびりと過ごしています。まあ結局ね、1時間ぐらいでしたかね、時間潰せたの。あと飛行機の時間がね、もう迫ってまいりましたのでね。はい。本当はね、5時間休、休み時間があるとね、結構いろんなことできたらいいんじゃないかなと思ってますけどね。さあ、ゲートに向かいます。これからね、フライトは始まると思いますんで。台北の国際空港は桃園国際空港です。ここは台湾の桃園市に位置し、台北市からもアクセスしやすい場所にあります。主な特徴。ターミナル、2つのターミナルがあり、国際線と国内線が分かれています。交通アクセス、台北市内へは MRT 早運やバスで簡単にアクセスできます。施設、多くのレストラン、ショップ、免税店があり、長時間の待ち時間でも快適に過ごせます。便数、
国際線と国内線の便数が豊富で、世界各国への直行便が運航されています。その他の情報。開港、1979年に開港し、現在も拡張を続けています。面積、約1249ヘクタールの広さを誇ります。1、桃園の市大園区に位置し、台北市から約 40km の距離にあります。桃園国際空港は、台北市を代表する国際空港です。マニラへ行くのに、台北経由でしたね。行きの場合は1時間の待ち時間、待ち時間で済みますけど、帰りがね、5時間とちょっと少し長めなんですね。帰りなんかはですね、例えば、行きがチャイナエアラインでしたら、帰りはね、中国東北航空。あれを使いますとね、待ち時間が確か1時間ぐらいだったと記憶しています。まあ今現在はね、どういう状況か よくはわかりませんか。あと、まあ少し昔のね、情報になるかもしれませんが、一応参考なまでに伝えておきます。最後までご視聴ありがとうございました。もし動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録よろしくお願いします。Thank you for watching until the end. If you like the video, please subscribe to the channel.